よし、引き続きネザー要素ならではの豆腐探していきます。ちっちゃま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 、うーん、おい、怖い怖い怖い、いきなりガポって穴が開いてるのもネザーではよくあるんで、あ、違うか、ネザー水晶が見間違えちゃうな。うわー、まがまがしいね。いえーな、うん、これだけ探してないっていうことは、これきっとネザー遺跡ですね。ネザー遺跡を探さなきゃダメなのか、このネザーの特別な環境下で何かやんなきゃダメなのかってことか。ちょっと調べますっていうか、まあ、最初から調べたらいいんだけど、なんか見つかるかなと思って何も探索せずに来たんですが、ちょっとググります。なるほど、わかったわかった、ちゃんとウィキに書いてありました。これはね、ネザー遺跡に行かなくても生えてることはあるみたいですね。でソウルサンドの上でしか生えないみたいです。地獄大豆っていうね、地獄の大豆、伝説の大豆って書いてありますね。生存確率が低いから探すのは非常に困難っていうことで、なるほど、だソウルサンドの上を探せばいいわけですね。だからネザー遺跡を探さなくても、あれソウルサンドかな、ああいうのの上に生えてる可能性があるわけだ。鉱石とかじゃないんだ。よし、じゃあちょっと探すまで大変ですが、これカットでバツッと見つけるところまで行きます。はい、カット。あった全然見つかんないよこれ。カットってやろうとしたんですけど、これ鳥肌立った、今これ全然見つかんなかった。あー、びっくりした。全然って言っても、まあ30分くらいですね、30分くらいずーっと黙々と探してたんですけど、だいぶ離れてきて、あった。でもこの間遺跡は見つからなかったな。じゃあちょっとこれをちょっと危ないんで早速持ち帰っていきたいと思います。今度こそカットしました。で帰ってきたんですが、多分これはきっとネザー限定では育つんじゃないかな。ソウルサンドの上で育つ、あ、じゃあ別に現世に持って帰ってきてもいいのか、ソウルサンドがあれば。あ、いいのかな、だ、大丈夫なのかな。あ、やっと帰ってこれた。あー、一回死んだ時はどうなるかとことかと思った。それでソウルサンドも持って帰ってきて、じゃあちょっとここに植えてみようかな。あ、水はそんな関係ないんだろうけど、これは現世で育つのかな。一応植えられますね。ちょっとこれで様子を見てみましょうかね。よし、かなり長いこと撮影してるけど、これ動画的にはそんなにやってないと思うんですけど、じゃあここら辺一帯をこう、まあ、まだ種が全然足りてないんですが、こんな感じで、よし、ちょっとこれぐらいにして、ちょっと使うやつは使ってみようかな。で早速これが何に使うのかな。こうしてこうしてこうして、地獄投入バケツ、ポン。うわっ、まがまがしいね。あぶね、まがまがしいな。これが地獄投入。これ飲めんの？あ、飲めるんだ。よし、できた。にがりも作ったので、ちょっと育つのかなこれ。
地獄じゃなきゃ育たないとかっていうのあるのかな。ちょっとまた土の上になっちゃうんですが、おお。そしてにがりをポンできた。これは、あ、これは壊れないんですね。絹ごし豆腐と違う。でこれを壊す。せっかくだから豆腐すくい、あ、そう、豆腐すくいについてコメントいただきました。ありがとうございます。これ右クリックらしいですね。絹ごし豆腐作るの、こう右クリックでポッといきなりできるんだ。手持ちがいっぱいか。地獄豆腐ブロック、これは何だ。今や余計なことしたのかな。これ普通に叩いて壊せば地獄豆腐手に入ったのかもしれない。出た、ほい、あれ、あ、また荷物いっぱい。ちょっと荷物来た来た来た。地獄の豆腐を食すの実績。うわ、辛そうだな。これでまた何かレシピが作れたりするのかな。特にこれといって違うレシピの元にはならないんだ。これすげえ苦労したんだけどな。ただこれで食べるだけなの？マジか。じゃあ食べるよ。うん、美味しい。あ、なんかポーションついた。あ、火炎耐性つくんだ。これ火炎耐性つくんだ。あ、じゃあ全然いいじゃん。ポーションの効果が入るんだ、食べるだけで。あ、これはいい。確かそこに溶岩があった。大丈夫だよね、きっと。もう一回食べときますね。火炎耐性30秒。おおおお、なるほどなるほどなるほど。ファイヤー赤髪ちゃんだこれ。火属性の危険の友だね。これちょっと、おへえ、なるほど。あ、よかった、これだけで終わりかと思った。ただ食べて終わりかと思った。そうだよね、付加価値出るよね。よかったよかったよかった。じゃあ火炎耐性のポーションの効果がつくみたいですね。あ、これはありがたいけど、これ育つのかな。現世で育てばいいんですが、ちょっとまあこれは様子を見ておきましょう。あ、あ、育ってない。あ、育つ育つ育つ、現世でも育つ。あー、よかったよかったよかった、取りに行った甲斐あった。これで火炎耐性つくからどうのっていうことはないけど、まあ地獄探索に行くならまあいいかなっていうところなのかな。火炎ポーション作るよりかは全然お手軽にできますね。これを1個見つけることさえできれば。なので実績に、あ、あったあったあった、地獄豆腐。あ、ここで終わりだ。もうこっから先何も伸びてない。あ、できたできたできた。もっとパワーを。豆腐石、あ、なんかいろいろ、あ、豆腐石を持ってるけど、豆腐スライム、はあ、なんかいろいろあるんですね。もう冷ややっこは作ったよ。なるほどね。え、やっこ作れってこと？え、もっと冷ややっこ食べたけどな。あとは、まあちょっとコメント返しをちょっと最後の方にさせてもらうと、五平餅って読み方は五平餅であってて、これとっても美味しそうですね。なんかコメントでは赤髪の友が五平餅を知らないことにみんな驚いてたみたいですが、ごめんなさい、全然知らなかったです。で、うちの地元には1メートルの五平餅が売ってますっていう、多分そういう風に大きく作って、なんか お客さん呼び込もうみたいな感じで大きく作ったのかな。1メートルっていうと何、五平餅が1メートルなのか、それともその棒が1メートル、可食部分がどれくらいあるかっていうところですよね、その1メートルの五平餅に。これはちょっと気になりますね、五平餅で。あとは、苗がね1つ余計ですよっていうのは、これは確かに4つあって3つしかできないんで1つ余計なんですが、この通路にな、あのスイカを出したくないので、まあしょうがないのかなという感じで、これでまあいいかなと思います。よかった、地獄大豆増える増える。では次回はちょっとこれね、緑色の染料が欲しいんで、次回までにちょっと砂漠を探しておこうかなと思います。で、サボテン手に、危ない、サボテンを手に入れて、緑色の染料を使ってちょっとね、ここに拠点を作ろうかなと思います。では、地獄冒険ご視聴ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たいときはタイトルをタップして下にスクロール、再生リストから見ることができます。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンからお願いします。でバイバイって、はい、3、2、1、バイバイ。もうちょっと元気よくさ、はい、赤髪の友が料理や釣りに挑戦する実写動画チャンネルもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。